ファイル島を救えデジモンワールド、実況者は DAL でダルと申します。初見さんはいらっしゃい、ゆっくりしてってください。いつも動画を見てくださってる皆さん、お世話になってます。ですね、結構育ったんじゃないかな。特に攻撃力と賢さは上がりましたね。あとはそんなに上がってないか。さて、ではですね、年が15歳ってことなんですけど、ちょっと裏技をして寿命を伸ばしましたんで、あと3歳は生きるかな。18ぐらいまで行ってくれると思います。ではですね、デジモンを仲間にしていきましょうね。エンジェモンが情報をくれる役割を果たしてくれます。ということで、これはまだできないんですね。意外と多くいるようです。西の方を特に探してみてください。これやっぱりさ、フリーズランドで仲間にすることができる、デジモンたちっていうのは、まずペンモン、それからアイスサンクチュアリの方に行けばエンジェモン、それからホエーモンに乗っていく秘密の海岸道ではホエーモン、それからモジャモンで、今最初にエンジェモンが言ったのが雪だるもんで、これがあとガルルモンだと思うんだけどな。ガルルモンいないんですよね。まあ行ってみるか。で、行ってみたら行ってみてダメだったら無限マウンテン最上階行きます。今回無限ドラモン倒しに行こうかな。行っちゃおうか。無限ドラモン倒してエンディングってわけじゃないんですよね、このゲームね。まあ一応エンディングなんですけど、そこで終わりなんですけど、無限ドラモン倒さないと仲間にできないモンスターとかもいるんで、まあデジモンとかもいるんでね。でここが雪だるもん仲間にできるんですけど、まだできません。いるかな、ガルルモン。ないよね、やっぱね。雪アグモンがいるんだよな。ここにいるんですけどね、本来なら。そっか、あとヌメモンにしておもちゃの街も攻略しなきゃいけないんだね。ダメですね、雪アグモンいるね。もしかしてガルルモンやっぱ仲間にできないかな、これ。何回かもうちょっとやってみるけど、ダメそうな気がする。やばいかもしれない。ちょっと待ってくださいね。今ちょっとネットで調べてみましょう。ダメ。もしかして、フリーズランドにいるガルルモンにバトルで勝利する。次に翌日以降の6時頃に同じ場所に行き再度バトル。あ、時間帯指定だ、これ。時間帯指定ですね。そうだね、3時から、5時までの間に、4時頃だ。じゃあ4時あたりに行ってみましょうね。じゃあそれまでちょっと時間潰して、ああよかった、
仲間にできないんじゃなくてよかった。じゃあトレーニングして4時ごろ行きましょう。何あげよっか。攻撃力かな。上がりがいいですからね。15。900到達しましたね。で順あこら。変な声出すんだな。メタグレ。はい。今12時でしょ。で1時で、で針が上に来たからこれで、はい、2時だね。でもってこれで3時だから、これでいきましょう。よっしゃ。フリーズランド。フリーズランドでガルルモン倒した後どうしましょうか。最上階行く？技的にっていうか能力的にはね、多分余裕で倒せると思うんですよ。まあでも相手がねサンダージャスティスを使ってくるっていうことで、できるならサンダージャスティスを覚えるモンスターで挑みに行きたいんだよな。っていうのもあるから今回は我慢しようか。いた、よかった。よろしく。今回はメタルグレーモンの、メタルグレーモンに指示を出すことができない、そういうバトルですね。本当に差しの勝負です。あれ、メタルスプリンターなんて覚えさせた記憶ないの？げっ、メタルスプリンターしか覚えてねえんだ。しまったな。オークライトアイススタッチ、まあヒットポイントそんな高くないですから、なんとかなりそうですね。こっちは同じ鉄技出してくれんのかな。にしてもアイススタッチ強いわ。必殺技出せるんだったら勝ちだ。相手のアイススタッチも結構バカにならねえな。いやーまずいね、普通にきついね。あっちは必殺技を打ってくるのか。いい勝負だな。アイスタッチあと4。あ、ほうけてる。ガルルモンか。必殺打てるんか。ダメだね、こっちから指示できないから、やっぱ打ってくれないですね。いやーまずい、まずいぜ。この麻痺は、この麻痺は怖えぜ。でも相手が攻撃してこないから。いやーアイスタッチあと3回で死んだけど、こっちもよしよしよし、あと1発。先に打って、メタルスプリンター打って、よし、やった。あぶねー、結構ギリギリだったな。やったー。いやー辛かった。やっぱ指示出せないのは辛いな。はい、説得した。町とやらを見てみないことには始まらん。やったね。あー、ご苦労さん、メタグレさん、お疲れお疲れ。はい、よし。ちゃんとさ、パルスレーザー覚えさせた記憶あんだけどな。なんでだろう。
まあいっか。じゃあオートパイロットで戻って、今回はこれにて終えましょうね。終えましょう。はい。じゃあステータス出して、はい、それではご視聴ありがとうございました。次のパートでまたお会いしましょう。